俳優の松重豊さんの白髪が似合っていてかっこいいと評判です。髪型の変遷も気になりますが、スカツラを着用しているのかと一部では言われています。若い頃から白髪が生えていたようで、白髪染めを長年使っているというカミングアウトもありました。松重豊のプロフィール、本名、松重豊、生年月日、1963年、昭和38年、1月19日、身長、188センチメートル、出身地、福岡市東区、最終学歴、明治大学文学部卒業。所属事務所、ザズー。僕自、松重豊は2018年頃から白髪でいることが増えた。松重豊は髪型を決めるのに若い頃から苦労していた。松重豊のカツラ着用はデマ。松重豊、白髪染めは40代から愛用。松重豊は2018年頃から白髪でいることが増えた。2012年から始まったドラマ、孤独のグルメで大ブレイクした松重豊さんですから、スーツに黒髪のイメージが定着している人も多いのではないでしょうか。黒髪もかっこよいですが、2023年現在は別ドラマでは白髪のことが多いようです。警察ドラマ、大川と小川の時短捜査、殺撃は少ないけど、W 主演の松重豊さんと浜田岳さんのデコボコ演技派コンビがドラマを面白くしてくれてますね。ypic.twitter.com/mmoody7928b 中達芝居、@FQX7 を区区9m14567、ノベンバー23、2023。2018年に放送された TBS 系ドラマ、アンナチュラルで出演した時あたりから、染めないことが多くなったのではないでしょうか。アンナチュラル、最終回、職員一人に背負わせて、知らぬ存ぜぬはできない、とするうじらぼ所長、松重豊が、ふてぶてしい権力者に正論で立ち向かったこの35秒は、文書改ざんで揺れるこの国にタイムリーすぎて、クソ素晴らしい。pic.twitter.com/zr7bin8j 清水隆、@tshmz March17, 2018。白髪がとても似合っていたので、染めずにそのままの髪色で、という注文が来ても当然のように感じられます。このところ、髪の毛を染めずに自然体の白髪で活動する芸能人が増えているようです。例えば歌手の玉木浩二さんやキャスターの近藤里さんなど、一般人の間でも、コロナ禍で美容院へ行けなかったために髪の毛を染めないグレイヘアブームが起こっていました。小綺麗にしていればグレイヘアもとても素敵ですし、節約にもつながります。先発剤は体にもあまり良くないと言われていますので、良いことだらけですね。松重さんも白髪が多いですが、長寿番組の孤独のグルメの時は黒い髪色にしています。松重豊は髪型を決めるのに若い頃から苦労していた。松重豊さんの髪型にフォーカスすると、いつもきちんとして崩れないように整えているように見えます。単発で毛の量が多そうですが、もともとかなり強めの天然パーマなのだそう。小学校時代までは不明ですが、中学では校則だったのか坊主頭だった松重さん。高校になり、髪の毛を伸ばせるようになって喜んだのもつかの間、強烈な天然パーマヘアが生えてきたそうです。せっかく自由に好きな髪型にできると思っていたのに、意外な髪質で非常に落ち込んだと言います。大学生になると、お金を貯めて宿毛矯正にチャレンジしてみました。
3万円もかけたのにもかかわらず、その後ろ髪を洗うと元に戻ってしまって大ショック。一般的に、髪の毛が薄くなって悩む男性は非常に多いものです。一方で松重さんのように、剛毛で天然パーマでも辛い思いをする人もいるということがわかりました。松重豊の若い頃がガッティにそっくりなケンピック .twitter.com マイリットルサイム 3EVOH。やーうち、アットマイヤーおうち、エイプリル9、2016。髪型ではかなり苦労したようですが、白髪が増えてから髪質が変わってきたのだとか。髪の毛がふんわりウェーブがかった程度になり、程よく収まるようになったようです。松重豊のカツラ着用はデマ。松重豊さんの髪型について、ひょっとして、カツラをつけているのではないか、と言われることがあるようです。これはおそらく天然パーマのせいで、不自然にびっちりと髪の毛が生えているように見えるからではないでしょうか。髪質で悩みを抱えている松重さんですから、剛毛の上にカツラを着用する必要はない気がします。よく見てみると、年を追うごとにおでこの範囲が若干広くなっているようにも見えるのです。もしカツラならば、もう少し額を狭くした方が見栄えが良いでしょう。わざわざ、広いおでこの状態をキープする必要はありません。動画視聴が気軽にできるようになって、古いドラマも動画サブスクで簡単に見られるようになりました。年代を追って松重さんのドラマをチェックすれば、カツラだとは考えにくいでしょう。松重豊、白髪染めは40代から愛用。松重豊さんは、一般的な男性と比較すると白髪が生えるのが早かったようです。実は40代から白髪染めを使用していたそうで、黒黒としていたのは染めていたからだったということが明らかに。55歳くらいまでは常に染めていましたが、2023年現在は白髪で普段過ごしています。ただ、役のイメージは変えられませんので、孤独のグルメの時は撮影の直前に染めているそうです。今日は早めに仕事終了。終わったら家で、孤独のグルメを見る予定。この番組は主人公が美味しいものをひたすら食べる単純なドラマなのだが、この番組の魅力はやはり松重豊さんの豪快で美味しそうな食べっぷり。噛んでいるだけでこちらまでなんだか楽しくなってしまうところがいい。楽しみにしています。pic.twitter.com/njz2z0dft 豆柴アット豆柴3102ノベンバー22、2023。それも、撮影の20分前など本当にギリギリになって黒くしていると言います。仕事が終わって帰宅後に、家で染料を洗い流して落としている松重さん。洗い流せるタイプの白髪染めを利用していることが分かりました。孤独のグルメの撮影時だけ、しっかりと黒く染めておけば便利な気もします。おそらく、松重さん自身が白髪姿を気に入っているから黒くしないのでしょう。